はいどうも、はいどうも。そんなんじゃねえじゃん、だって。しかも昨日の夜、朝方さ、なんか、うん、なんか友達だよねみたいな変な話。じゃあ元々といえばね、お互いにさ、うん、あの友達っているみたいな話に。ああそう。なんかってあれなんだよな。そもそもそうライバーさん以外との なんていうんだろう。シンプルに身辺が近い友達と会う機会なくなったよなみたいな話を。そう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 、結構取り憑かれてるからね、もう配信に。そうそうそう、してて。でもね、その流れでなんか LINE とか見た時に、あれ店友達少ねえな、連絡してない。え待って、ポポって店の友達。そう、敵に私っていう友達だと思ってたから、あ友達じゃなかったんだって。そう、そんな感じのことを言ってしまった。でも友達だったよね。うんうん、でその後なんかハピがイヒ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 とか言い始めて。いいじゃないか、だって友達だよ。え友達じゃないのって言われた時の店の喜びね。なんかコリあはーとか言ってたもんね。そうよ、友達だったんだ、うん、こと店っていうのをつかめて、店ニコニコしてたっていう。しかもなんかちょっと変な雰囲気のまま解散したからな。そうなんだよ、なんかね。そっか、なんか変な感じだったね。確かしみじみ変な感じだったわ。謎だったんだよな。そうそうそう、まあ店はポポが大好きですよと。ああ、ありがとうございます。ほらいつもこうだよこいつ。私もだよとか言わないんだから。あーあざす、あーあざすって言ってくる。あざした。いいけどね、別に。でも好きだもんね、店のことね。あーね、あーほら好きだって。いいんだ、好きだってさ。好きだよね。不安になっててくさ。お前たちこれは定定じゃない、命をかけた戦いなんだ、わかるか。好きだよね。あもういいよ。いやスマホスタンドぐらい好きかな。ポンとねは基本的に男の子にドライなところあるからな。違うね。でもね、そういうことじゃないね。海瀬のことが好きなんだ、海瀬天ヶ瀬が好きなんだもんな。うん、チュッチュッねチュッねねチュッ。はい、うんって言ってますこれ。今ね、大きい声でうなずきすぎて、まばたきで返事してくれてた今。そう、はい、入ってないだけの音が。もう俺たち分かっちゃうから、もうなんて言ってるか。この顔見ろ、かわいいね。かわいいよ、かわいいね。なんだこいつら。じゃあ帰るか。帰る。誕生日までいようかなと思ったけど、まあ別に。あ、もう二人も準備あるしな。あ、あ、じゃあ送り出すんだ。こんな感じで。だからいつまでも引き止めて悪いなって。ああ、なるほどね。はい、じゃあすいません、長く言いましたが、はい。いやいやいや、うん、ありがとうございました。バイバイ。じゃあね。また24日に。うん。待つな。あいよー。ちゅっちゅっちゅっ、なんだいつら。おい、ちゅっとか絡みづらいって。まあね、喋ってたらあっという間やね。もうこんな時間になって、あとですね、